かつて400年の鎖国の歴史と17条の平和憲法を持つ国があった。その国は今からおよそ70年前侵略され独立を失った。中国政府は1959年から77年頃までに77年までにすでに120万人の犠牲者、120万人殺害されとった、もう話聞いたら人間が人間に対してやることじゃないことをやってきてる、無差別無慈悲にチベット人を殺していいと。そして戒厳令を敷いて5名以上の人間が集まったらこれを集会とみなして、そしてその人たちを連行していいという、そういう法律を作りました。で、僕の母のいとこをどうやら首を切って、そしてその子供にそのトレーの上に乗って歩かせる。今日の日本を脅かす最大の脅威チャイナ、その実態は19世紀に西洋列強が掲げた帝国主義植民地主義と変わらない。力が強い者は何をやってもいい、彼らの思想の中にはこの観念が根付いている。中華帝国ともいえる巨大な独裁国家の隣に位置するという危険な立場から我々日本は永遠に逃れることができない。これは遠い未来の話ではない。すでに中華帝国に侵略され故郷や文化を奪われた人たちがいるのだ。そして日本もメディアを操られ最新技術を盗まれ土地を買い占められている。チャイナの侵略の手はすでに上陸しているのだ。35年以上国内外の生の情報を集め分析してきた国際政治学者藤井元気は今の状況に危機を感じ、日本に警鐘を鳴らそうと大学やメディアでチャイナの真実を語ってきた。しかし真実を語ろうものなら大学からは追放され、メディアでもその部分はカット。このままでは知らぬ間に日本は中華帝国に飲み込まれてしまう。そこで藤井元気は日本最高戦略プロジェクトを発足。彼らが国を破壊し尽くす手口とは一体どんなものなのか、この巨大な中華帝国の脅威からどのように日本を守ったらいいのか、その答えに迫るため藤井元気は4人の内部告発者に協力を依頼した。平和を愛する憲法、長期にわたる鎖国の歴史、レアアースに恵まれた地、日本との共通点も多い国チベットは1950年に中国共産党によって侵略され、多くの人が亡命、故郷を追われた。国民 20% にあたる120万人が亡くなり、逃げることができた人々も未だ14万人が難民となっている。それを当事者として間近に見てきた人物は、平和憲法を守れという声はチャイナの支配の現実を知らない人のたわごとだ、侵略の実態を知るチベット人には信じられないと日本に警鐘を鳴らす。第二次大戦下、かつての日本人は中国共産党の戦略に気づいていた。それを止めようとする日本人たちにチベット人は助けられてきた。しかし戦後、彼らの英知は占領政策やチャイナの工作によって失われ、今やチベットと同じ道を歩んでいるような気がしてならない。平和は祈っていたら叶うものではない。チベット人は身をもってそれを知っている。日本人には絶対に同じ悲劇を繰り返してほしくない。そのためにチベットの悲惨な現実を知り学び強くなってほしい。
日本最高戦略ではチャイナの本質を暴くため、メディアや現地で語ったら自身に危険が及ぶような内情まで切り込んでいくことになった。私の日本最高戦略、この第3期はですね、中華帝国論ということになります。なぜこの中華帝国論を皆さんにお届けするかと言いますとね、日本に対する最大の脅威、これはお隣にある国チャイナなんですね。この国が現在、軍事的に見ても安全保障の面から見ても、そして経済の面から見ても一番大きなですね、日本に対する脅威になっております。ですから日本を再興するためにはですね、この一番身近にある最大の脅威の源泉である国、これはどういう国なのか、あるいはそこに住んでいる人たちはどういう人たちなのかということを理解しなければなりません。そうでないと国家戦略が定まらないということだと私は思います。そこで第3期が中華帝国論ということになるわけですね。今回の第2弾はですね、ヘマ・ギャルポ先生にお話をいただきます。ヘマ先生と私の対談になります。ヘマ・ギャルポさんはこれチベットの方なんですね。チベット人であって、チベットが中国共産党によって占領されてしまった、で子どもの頃にチベットからインドに亡命をして、さらにインドから日本に勉強に来て、日本で今大学の先生もおやりになっているチベットを代表するような大変なインテリ知識人の方です。彼の目から見た、亡命チベット人の目から見た中国共産党の残虐さ、残酷な政治やり口、そういったもの、これをですね、我々は十分に勉強しなければいけない。この一応は先進国である日本、一応は平和に見える日本がどんなにひどい弱点を抱えているのか、これもまたですね、中国共産党に追われて亡命者となった身であるからこそ見えている世界の厳しいリアリティ、現実、それがあると思います。日本人が今何をしなければいけないのか、そしてあなたがですね、あなたの立場で何ができるのか、そういうことがですね、しっかり把握できるようになると思います。私の長年の本当に心から尊敬する親友でありますペマ・ギャルポさんとの対談、これからですね、皆さんぜひ多くのことを勉強していただきたい。そして感動する部分には感動しですね、危機感を持つところには大いなる危機感を持っていただきたいと思います。チベット貴族の家庭に生まれる、侵略に遭い7歳の時にインドへ亡命、その後日本へ渡り大学教授を務めながら40年間難民パスポートで生き延びてきた。亡命政府代表やダライラマ事務局代表も務め、チャイナによる侵略の手口を身をもって経験してきた男、ペマ・ギャルポ氏。北京政府がチベットを侵略したことには多分3つの理由があると思います。一つはチベットの地形的に戦略上重要であるということ。チベットはインド、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ミャンマーなどと国境を接しております。そして世界の屋根です。そこからミサイル飛ばしやすいです。現に今中国はチベットに特に空軍の基地として強化しております。で、中国共産党の場合にはご存知のように5年ごとにいろんなその、計画を作るんですよ。で、日本に対する4段階の日本解放政策が、彼らがすれば解放ね。そう、当時まだ昭和天皇が君臨してましたから、昭和天皇にその先の戦争の責任を負ってもらって、主権にしたら初めてその日本と中国の戦争が終わると、それまでは終わってないということが最終的な目標を彼らが目指してですね、この20年間の日本のが受けた国としての損、どれだけ損したかということが本当にね、非常に大きいと思うんですね。周りの国もどんどん変わっていくし、またその中に中国自身がかつての日本の地位、例えば経済的な地位、それ国営の受ける地位、そういうものを次から次に奪っていますよ。そうですね、日本軍と CIA、 各国が重視したチベットの戦略的価値、5人に1人が消された国
中国共産党の異民族弾圧と人民裁判の実態。半世紀続いた難民生活、故郷を離れ日本への帰化を決意した訳、平和真理教の幻想、メディアを操り日本に迫る静かなる侵略。チャイナの脅威に立ち向かうため、その侵略の手口と悲劇の実態を暴く。藤井元気の日本最高戦略第3期中華帝国論第2弾チベット編募集開始。